皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は楽天証券エフェクスティーリング部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速、本日のマーケットを見てみたいと思います。えー、今週ドル円大きく動いたんですが、現在のレベルは146円の40銭ですね。えー、高値。 は今日は円の70銭まで行ったんですが少し戻ってきてきいるとただ、146円は割れずに上を狙っているというかですね、今日はですね、重要な会合、日銀会合がありますから、それを待っているという状況ですね。ユーロドルは0.9989。今週、ユーロドルはですね、パリティを超えて1.00いったんですが、 えー、ECB が利上げをしたにもかかわらず、ユーロは、えー、下げているという状況です。えー、ユーロ円は146円の23。えー、OG 円は9 0円の63。このようなレベルで現在東京マーケットで取引が行われています。はい。えー、ドル円なんですけれども、えー、今週介入とかあってですね、これからドル円、どちらの方向に動くのだろうと。 ということをですね、興味持っている方も多いかと思いますので、まあ、ドル円はですね、を動かす、えー、イベントというのは、二つあります。そのイベントについて考えながら、ドル円、どちらの方向に行くかということを、ちょっとチャートを見ながら、考えてみたいと思います。はい。これ、ドル円のですね、9月の終わりから、えー、現在のところまでのですね、ドル円の2時間足のチャートですね。 ここの赤い線で囲んだところ、これはドル円大きく動いているんですが、何があったかというと、ここのところで介入があったんですね。 まあこの途中でもですね、介入があったんですけれども、マーケットが認識している大きな介入はこの2つ。9月の後半にですね、145円の90くらいまで、この時にえドル円上昇した時に介入があって、140円の前半まで下げたと。ところが、このチャートを見ているとですね、下げたんですけれども、その後時間を置かずにですね、どん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  再び円安ですね。ドル高円安に動いて、先週の金曜日から今週の初めにかけてですね、さらに動きが加速して15、151円の9号まで上がったとで。そこでまた大きな介入があって、145円まで戻ってきているということですね。で、えー、重要なことはですね、まあ、1回目に介入があったんですけれども、介入があって、その後ですね、 介入があったにもかかわらず、すぐにまたドル高円安に動いたのはなぜか。というと、これは日銀がですね、まあ円安の大きな原因、えー、背景というのは日銀が大量緩和政策をしてるということなんですね。アメリカは利上げすると。日本はむしろゼロ金利、えー、深掘りするよと。 さらに金利下げる余地あるよというふうに言ってるので、金利差を考えると、ドルが高くなって円が安くなるのは当然なわけです。で、日銀はこの介入の後もですね、このスタンスを変えていないと。むしろ介入をしたけれども、日銀としては、 えー、もうこの緩和政策、どんどん続けるよと、必要であればもっと緩和するよというようなことを言ったので、根本の原因が取り除かれていないと、ここでいくら介入したところで、日銀のスタンスが変わらなければ、これは中長期的な円安が続くと、だったらここの下がったところは買い場じゃないかということで、買い上げられたんですね。で、えーまあ、そこで152円近くまでいったところで、まあ ちょっとここのところでも一回止めなきゃいけないということで、介入はしているわけですが、それでまあ日銀会合、このえーマーケットライブのビデオが出るときにはもう結果が出ているかと思うんですけれども、現在の段階ではですね、この結果待ちというところですね。もし日銀が今日の会合でも、いやいや、日銀は介入とか関係なく、円安のレベルとか関係なく、政策的に 大量緩和政策続けるよということになれば、この状況の繰り返しということになってですね、もう一段上にドル高円安にですね、動く可能性が高い。そういうふうに考えています。現在のマーケットの予想では、日銀は金融政策を変更しないと。大量緩和政策は、えー、しばらく続行する。これは変わらないと。 じゃあ何をマーケット注目しているかというとですね、その後、まあ、今日の午後、黒田総裁の記者会見があるんですが、その時にインフレの見通しについて何か言うのではないかと。何を言うかというと、まあ、インフレは今、上がってきているんですけれども、東京都のインフレもですね、40年ぶりの高さになってきているわけですから、えー、今は、緩和政策変えないけれども、来年以降は少し、 引き締め方向に日銀が政策を変える可能性があるよと、そういうようなフォワードガイダンスをするということになれば、これは将来の期待を込めて円高にもう一台いくというような可能性があるかと思います。 でこのチャートを見るとですね、やはり、えー、こう1回目の介入で140円まで下がって、2回目、えー、151円から145円台まで下がってきてるんですけども、ちょうどこれ、第1回目の介入のですね、高値水準なんですね。で、この14、現在のところは、この145円ちょうどぐらいですね。このレベルが、まあ、とりあえず短期的な買いレベルとして、このあたりに、 買いが集中しているという話を聞いています。で、このチャートを見ると、その下はですね、まあ、143円、そして140円ということですので、まあ、もし今日の日印会合、その後の黒田総裁の記者会見で一旦円高にもう一段進むということになれば、次のレベルというのは140円かなというふうに考えています。まあ、逆に言うと、この140円の レベルこれが完全にブレイクしない限りは、中期的にはまだドル高、円安、このトレンドは継続するというふうに考えています。それがき今日大きなイベントということで、日銀のイベントなんですが、あともう一つ、えー、それと同じ、あるいはそれ以上に重要だというのはですね、FRB なんですね。 来週 FOMC が開催されるんですが、その時にパウエル議長は何を言うかということなんですが、これは中期的な、まあ、今年の1月からのですね、ドル円の動きですね。さっきの短期的だったんですが、これは少し長めのチャートを見ています。で、このジグザグあるんですけども、今年のドル円、もう一方向にですね、ドル高円安に行っているんですね。 まあそれはもう皆さんもよくわかってると思うんですけれども、もう今年を見るとですね、この下の方に書いてるんですけども、まあ、月によっては少し調整があったんですけれども、調整があったとしてもですね、今年、一月ベースで見た場合は、7月に前月比に比べて2円50銭下がったのが一番大きい調整なんですね、今年の3月以降は。ところが、もう上がるときには4月には9 10円近く。 8月にも9円近く上がってるわけなんですが、全然、まあ、そういう意味では、ドル買いの威力が強いということが分かります。で、このドルの上昇、円の下落、まあ、ドル高円安は何によって引き起こされたかというと、この動きはですね、FRB の利上げ、今年の3月からですね、このレベル、この時期から FRB は利上げサイクルに入ったんですが、うん その利上げサイクルに連動する形で、えー、ドル高円安が進んでいるわけです。まあ、そういう意味では、えー、政府はですね、この介入したときに、この投機的な動きは、えー、許すことはできないというふうに言っていますけれども、マーケットからすれば、これはアメリカが利上げしてると。日本の日銀は利上げしないで、むしろマイナス金利をさらに下げる用意もあるというふうに言ってますから、 これは、もう、投機的な動きではなく、もう、教科書的に金利の高い通貨を買うべきだ。ということで、このドル高円安は当然なわけなんですね。で、来週もですね、FRB は、えー、利上げをすることはほぼ確実になっています。しかも0.75%の利上げは確実になっています。ただ、今、マーケットが注目しているのはですね、これなんですね。えー、ブレーナード委員長。 話しているんですけれども今までもう利上げしてきたと。通常、えー、利上げ幅というのは0.25%なんですが、FRB は6月からその3倍の0.75%の利上げをしてきているんですね。で、利上げ前倒しをしてきていると。ただ、ここに来て、この利上げはもちろんインフレを下げることが理由だけれども、今までの利上げが、えー、急である ということで、今、リスクが、両サイドのリスクがあると。つまり、そのもう一つのリスクは何かというと、あまりにも利上げを早く大きくしすぎたことで、アメリカ経済が、えー、ついていけなくなると。アメリカ経済が、えー、景気後退になるんじゃないかと。そういうリスクを、えー、そろそろ FRB としても認識し始めてきたということを言ってるわけですね。それで、ここで今、 マーケットが注目しているのは、この FRB ピボットという言葉です。ピボットっていうのは、まあ、転換点の言うことですね。ですから、FRB は利上げをするけれども、もしかしたら、11月は0.75利上げすることは、そうだとしても、12月、あと1回あるんですけれども、今年ですね、えー、その時には、少し利上げのペースを緩めるよと。 ということをパウエル議長が言ってくれるんじゃないかということをマーケットは期待しているわけです。で、さっき見たように今年のドル円というのは FRB の利上げペースとともに、えー、急激に上がっていったわけですからその FRB が利上げペースを下げる、緩めるということになればドル円の上昇も緩やかになると。あるいは特に今までの上昇が急であっただけに 下落に転ずる可能性があるということなんですね。なので、この FRB ピボットをマーケットは非常に注目しているわけですね。でも、今、マーケットの中では、おそらくもう12月は0.75じゃなくて0.5ぐらいまで下がるだろうと。で、来年の初めぐらいにから、もう利上げを続けるとしても0.25のもともとのペースに戻る。 じゃないかということは期待されていて、それでドル円が下落しているわけなんですね。まあ、買い入自体はそんなに影響はなかったんですけれども、そのまあ効果として言えば、このマーケットとすると、この FRB のスタンスの変更というのを期待して、ドルを先に売ってるというのが事実なんですね。ただ、マーケットはすごい期待しているんですけれども、FRB もまあ,あまり利上げすると、それはあ リスクがあるというふうに言っているんですが、同時にですね、パウエル議長もブレイナードさんも、えー、あまりにも早く利上げをやめてしまう、えー、引き締め政策を放棄してしまうというのは、えー、逆の意味でリスクがあると言っています。だからマーケットはちょっと先走りすぎてるところがあるかもしれないです。そういう意味ではちょっと期待が大きい分だけですね、FRB が いいやいやそんなこと言ったって、我々はまだ利上げを続けるよということになれば、それは逆に期待があった分だけですね、その反発ということで、ドル高円安に行く可能性はあるかと思います。ですから、リスクとしては、ですねやや上の方もう一度150円を狙うというですねリスクはえまだ大きいというふうに思っています。ということで、ですね今日これから日銀介護、 そして来週は、ちょうどですね、えー、このマーケットライブの前に FOMC、えー、もうすでに来週ですね、FOMC が開催されるので、その結果が出て、そして一週間後の今日はですね、アメリカの雇用統計が発表されます。ですので、来週はですね、えー、前半から非常にマーケット大きく動くと。で、今、マーケットの見方がですね、ドル高かドル安かで分かれていますので、 マーケットも非常にアクティブというかですね、乱高下する可能性がありますので、まあ、トレードチャンスも大きいんですが、その分リスクも高いので注意していきたいと思います。今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは来週もよろしくお願いいたします。さよなら。